こんにちは、金黒です。2020年から始まる 5G のドコモの料金プランが分かってきました。金黒レビューチャンネル。 NTT ドコモの吉澤和弘社長が決算説明会で2020年から開始される 5G の料金プランについて言及しました。 5G の料金体系について利用したデータ量に応じて料金が上積みされる形にはならない。使い放題のような体系になるだろう。通信量とサービス量を統合した料金プランも出てくるのではないかと研究しました。また、料金プラン時には韓国などすでに 5G の商用サービスが開始している国も参考にするとしています。韓国での 5G サービスについて一例を挙げると、KT が国内で無制限使い放題という料金プランを月額約8000円で提供しており、日本国内での商用サービスもこれと大きく変わらない料金体系になるものとみられます。最初このニュースを見たときは、同時多発で接続できて遅延がなく圧倒的なスピードで接続できる 5G の通信サービスが使い放題で約8000円というのは思ったよりは安いなというふうな印象を受けました。家計に直すと毎月8000円というのは安い金額ではないんですけど、今後は 5G を選ぶ方と今までの 4G LTE を選ぶ方、この2つ選ぶ方式に変わっていくんだろうなという想像をしました。実際ドコモの吉澤社長も設備投資を考えると 5G だけではなかなか利益が出ないようで、今後は周辺機器とかその通信サービスで利益を出していく方針に、ドコモは方針転換していくというふうに発表されています。 5G 時代に向けた構想としてドコモはマイネットワーク構想というものを準備していて、 5G のスマートフォンをハブのデバイスとしてスマホと連携する周辺機器を充実させていくという準備を進めています。ドコモは今年のラグビーのワールドカップの開催に合わせて2019年9月20日より 5G のプレサービスを開始します。プレサービスの時は一般ユーザーが契約する形ではなく、イベント会場でのスポーツライブの中継などを通して 5G の性能を体感できるようなサービスになる予定です。業界最大手の NTT ドコモが 5G の通信料金サービスについて新たな言及をしたことについては、業界的にも大きな影響を与えると思うんですね。特に気になっているのが、こういう時代が移り変わるときに、ソフトバンクの孫社長はまた新たな驚くような発表をするかもしれないなというふうに思っていて、そこも孫社長に期待しているところではあります。私は 5G の通信サービスが始まったら早速使ってみたいなと思ってるんですが、皆さんはいかがでしょうか。今回は来年から始まる 5G のサービスが NTT ドコモの場合は使い放題で月額8000円程度で検討してるっていう内容の動画でした。主にガジェット類のレビューの多いチャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。